アカンスワローズひっそりとブリブリ負け。高津は試合負けるとすぐに消えるのムカつくな。高津は続投だけどコーチ陣は変えるのかな。今年は終盤に逆転とかほとんどしないな。そのままあっさり負けで終わり。しかし何の見どころもないシーズンだったな。立浪続投で来年の B クラスがすでに2枠埋まったぞ。他球団イージーゲームだな。リリーフ出ないからな。とにかく点にならないどころではないことが多い。青木石川現役続行じゃ今年引退セレモニーに値する選手いる。今日上がった古田の方程式の動画見て愕然としたわ。やっぱりヤクルトのスカートはアホだな。そういえば引退の季節だけど今年は誰だろうな。中日は大量にいるので見ておきたい。今年監督辞めそうなのは新庄とホークス藤本くらいか。立浪は辞めると思ったが契約のあれで続投なのか。荒木単体じゃさらっとやるくらいだろうな。セレモニーやるから最終戦チケット取ったけど予定こうむってリセールしたわ。荒木が引退するなら行きたかったな。もう雨天中止もないか。青木よりポンコツで長打もない川端の方が問題だな。ご視聴ありがとうございました。